新千葉駅は千葉県千葉市中央区上りと2丁目にある京成電鉄千葉線の駅である。駅番号は KS58 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。改札口は上り線ホームにある。通路の幅が狭いため自動改札機が設置される以前は自動券売機も設置されておらず、出札口を設けて駅員が乗車券の発売を行っていた。 下り線ホームとは、古線橋で連絡しているが、エレベーターとエスカレーターは設置されていない。男女別の推薦式トイレは、上り線ホームの中央にある。かつては、男女共用であった。京成千葉線は、京成本線、新京成線及び、京成千原線との直通運転も実施している。駅ホームの案内表には、京成千葉線との直通運転の設定がない。 成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には、京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2020年度の1日平均乗降人員は1764人で、京成線内69駅中、第65位で、大佐総駅、陰馬日本遺体駅、成田湯川駅、東成田駅に次いで5番目に少ない。当駅は千葉駅に近くと保険にあるため、 乗降客数が少ないとされる。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。東日本旅客鉄道、千葉都市モノレールの千葉駅西口までは、直線距離で約350メートル。ただし、乗り換えは、駅施設が直結する隣駅の京成千葉駅の方が、至近である。当駅を中心とする、約半径1キロメートル範囲以内には、千葉駅、 京成千葉駅のほか、市役所前駅、栄町駅、千葉港駅、千葉中央駅、西上戸駅があり、状況によっては、徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。駅周辺は、完静な住宅街が広がる。駅東側には、学習塾や商業施設などが隣立する。駅南側には、国道14号、国道357号が通る。 千葉市役所、昇る渡る神社。ありがとうございます。